おはようございます。すごい。わあ、すごい。コタンじゃないけど、コタンみたい。すごい。ドリルしてる。すごい。そうですね。これで何を見てるんですか？この、何の GPS を？登録してる場所？あ、釣れた場所がもう入ってるんですね。ちょっと遠いですが、あそこにタウシュベツの橋があります。じゃじゃーん。十分いいかも。いい感じですか？いいかもしれない。これ GPSすごいよね。いないときはそこ真っ白なんですね。そう、真っ白。わかります。さっきよりあんまりいないのわかります。全然ない。え、こんなちょっとの差で？そうなんです。へえ。すごい、全然違う。全然違います、うん、今高かったです、あれだけど。今からトイレに行きます。トイレに行くのも大冒険ですよ。キリンさんが漏れそうなので、今から行ってみようと思います。なんで？なんで持ち上がってんの？ほらね。なんか倒し物みたいなのもある。このニョキニョキっと生えてるのは全部キノコ氷でーす。イエーイ。邪魔します。ない。よいしょ。すごい。これがワカサギ釣りか。穴の氷を出してもらって、よいしょ。餌つけれる方ですか？あ、私多分いけます。虫割と大丈夫。これよく落下するんで、帽子でこういうところにつけといてもらえる。はい。で、これ引っ張ると、あの、なるほど。そうそう。おぉ、なるほど、なるほど。言ってることがわかります。この。ひっくり返して同じです。で、二分割。すごい便利。ね、便利だね。で、まあ、ピクってなったように合わせて、うん、で、ガンガンガンって乗ってたら、うん、あの、マウスと同じで、この、右クリックって言うんですか、はい、左でも右でもいいんですけど、はい、ボディ押したらこうやって任されるんで。へぇ、17あるから相当時間かかると思うんですけど、ちょんってやって奥の繰り返してたら来るんで。これもね。うん。あ、ついてます。あ、ついてる？巻いちゃって。今度はついてる。外れなくて、途中で。釣りしてるね。さて。なんか引っかかった感じする。嘘。あ、いた。おぉ！すごい！初めまして！すごい！でかいね。はい、どうぞ。どうしたらいい？で、すごい。と、取れるんです。シノツも小さいですからね、サイズ。うん。あ、ドキッてしちゃった。あ、おおおおおいい感じ。あ、痛い。怖い。はい。魚外しチャレンジ。こう来ますよね。うん。こう来たら。うん。すごい。毎回指つっちゃうの。いいね。ご苦労様でした。
じゃあいきなり始めます。せーの、スタート。え、早い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 。二人とも早い。いや、これラッキーチャンスでやっぱ2匹釣れてたら。いや、確かに。イエーイじゃない3匹は、ね、3匹だって今もうそれ4でしょ、でも1 泣きたいんだけど、ね、本当私言い訳したんだけど全然さ、リールがさ落ちるスピードめっちゃ遅いんだけど、本当なんか引っかかったの、あー終わった、終わりでーす、イエーイ、え、嘘嘘、うん、はい1、え、5? 5でした、え、5です、何それつまんな、イエーイ、やったー、いや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 1です、いやいやいや1分1匹なんだね、担当から、すごい、何なんだよ、合わせた、合わせ合わせて、さすが、すぐあげたから、よく喋るじゃんそう、2回ミス、ミスだったの、ノーミス、すごい、ちゃんと確認してるからこっちとかなんかある、いや、何も言い訳はないです、うん、実力、実力だと思います、私は紐が遅いんですね、紐が遅かった、なんかね、絡まっちゃったんだよね、事実上、キミオさんの優勝、え、泣きの1回あってもいいの、え、いいの、土下座し必要、そうだねそうだね、じゃねえよ、でもさ、忘れてない、餌つけたてナンバーワンってこと、いや、それがあったとしてもだよ、うん、ほら、それがあったとしてものもん、あったとしてもなの、そう、条件は、え、じゃあ逆に私今さ有利じゃん、2人とも5匹も連れて餌もさ少ない状態でさ、うん、私有利でスタートしない、そうだよあーあははは、これから絹代さんと5分1本勝負しようと思います、落ちるの治りましたね、して。ね。なんだ。やっぱさっきのめっちゃトロトロだった。うん、もうでも、これで条件が。ほんと、もう一緒ですから。あ、さん、もう、かかったんじゃない、さっきと。もうわかりましたね。あ、間違えた、間違えた。お、あ、間違えた、間違えた。何焦ってんだ、ぷぅ。ついてるか、よっしゃ、おぉよっしゃ、でもさっきより魚少ないから、ちょっと違う勝負になるかも。よっしゃ、渋戦、うん。これ、私、運だったら結構勝つ自信ある。あと、どっちが先に10匹取るかも。嘘。5匹で、5匹でやった。5匹で。ちょっと、いいよ。1、1。やばい。おっと、どうしたの、どうしたの、さっきの、あれは。やっぱりフェアでやると違うんだね。垂直になる魚がいいな。よかったね、並んだ、うん、うん、でも私もう2匹目釣っちゃうから麺棒、あっ、え、落ちた、これをどうするかだよねこれどうする、いや、はい、ちゃんと拾い上げれなかったっていう技術の問題だからノーカウント、嘘でしょ、やばいやばい、あ、え、何、2匹目、2匹目、2だよね、2ですよね、どうしたの、さっきの勢い、あ、立たせてあげよう京都行こうみたいな感じで、誰も何も、1、2、おお、これは有利じゃない、え、今同点、急に、あの急になんか喋れなくなるじゃん、3、2、2、2、ケンさん3じゃないですか、え、1匹、さっきの、ね、しょうがないから、あ、そうかそうかそうか、落としちゃったのか、その方が盛り上がる、3だけど余裕ぶっこいてないさ、今3匹目突っ張るから、あ、やばい、
3、2、1。5分ね。うん。先5匹でもいいんだよ。あ、先5匹、先5匹やろうか。うん。今、あれだもんね。同点だから。なんか急になんか何もいなくなってきた気がするんだけど。そうだよな、他点を狙うって手もあるよね。確かに。でもそれなんか狙ってどういけるあれなのか、うちらっていう。この薄さだったらきついか。4、3、5だけど。だからあれカウントじゃないから。それカウントのやつ。そしたらすごいじゃん。受けんじゃんそれ。5分勝負面白いかもね。本当、うん。なんかめっちゃのんびりやつの真剣。メリハリが出る。うん、集中力。やーだ。聞こえる？やーだ。勝利の音が。やだ。うざ。勝利の音でも何でもない。聞こえてる？ただの糸の音だから。聞こえてますか？うん、勝利の音。あ、イエーイ、イエーイ、何の音だったって？何の音だったって？やばい、意味わかんない音だね。ないんだわ。難しい状況に入ってました。イエーイ、わかった？そっか、これで、あ、そっか、うん、大勝利ってことですよね、じゃあ。そうですよ。わかった？はい、ありがとうございました。わかった？わかったよね。さすがにわかったよね。何が？何が？何もわかった。1週間何？水抜き。そう、それ。それまだ、それ生きてたの？だってそれ1回なしにしたじゃん。それ生きてたの受けんだけど。ね、終わってたでしょ。水抜きと。かわいそうだからやめようかってなったじゃん。はい。結果どうぞ。6対3で、本当は7だけどね。キネオさんの勝利です。イエーイ、イエーイ。全然いないじゃん。うわ、本当だ。これ深瀬が勝利。うん、深瀬有利だね。あ、アシスト入ってる。え、あそこアシスト入ってます。あ、本当だ、ずるい。アシストありなの。まだあれでしょ、ロックしてないから。両方来てる。手前の方がいいんじゃない？あ、アシスト入った。一匹目。はい、どうもー。お、焦ってる、焦ってる。トラブりそうだな。あ、早い。あの、闘争心初めて見る。ね。うん。静かな闘争心。待って。来てますね、はい。本当に来てるかな？普通に取れるんだね。早い。普通に自分で魚取れたんだ。まだ2、1、これで2、2? これで2、2? かも。いい感じ。取れてればね。同じペース。いい感じだ。この素早さ大事だった。ここから。そうだった。だったら私勝ちたいって言優勝 B レースみたいな。来ました。え、4、3、ノーカン、今なんで、どのタイミングで今紐にね、引っかかってね、あ、魚が浮いたの。嘘。うん、慌てたね。いいよ慌てたら盛り上がるから。そう、そういう方がさ、うん、こういうのまだ 2-2 だよね。じゃあ 2-2 だね、うん、いいよ、面白いよ。焦るね。え？あ、切れちゃった。切れちゃった。あ、はい。そういうのもトラブルだから。あれでも。はい。では釣ってきたワカサギちゃんたちを天ぷらにしたいと思います。はい。というわけで釣ってきたワカサギを今から天ぷらにしていただきたいと思います。はい。
上がりました。食べていきたいと思います。食べよう食べよう、はい、いただきます。あ、うん、おいしい。あっさり。あっさりだね。うん、これなんか、卵黄色いの。小餅わかさぎ。うまっ。うん。めちゃくちゃ美味しい。そして、ウリピョンさんからいただきました。ペトロマックスのこちらのケトルも使わせていただきました。ウリピョンさんありがとうございました。大活躍でした。あれこれ意外といけ、全部いけちゃうかも。あ、大きい方が好きかも。そう。うん。第2弾いきまーす。はい、第2弾できたよー。めんつゆでいただきましょう。うん、おいしい。どっちもおいしい。めんつゆうまいかも。塩より。あ、めんつゆ好き？うん、どっち派？塩派。あっという間になくなりました。え、もっとあげたら食べる？もういいか。もういいかな、ちょうどいい。ちょうどいいとこで、やめとこうと思います。ごちそうさまでした。すごく楽しいワカサギ釣りでした。めちゃめちゃたくさん釣れまして、みんなで、本気で勝負したりして。で、景色もすごく良くて、キヌさんもずっとトイレの心配をしていました。というわけで、人生初のワカサギ釣り in ぬかびら湖でした。ありがとうございました。ごちそうさまでーす。釣り釣り新篠津って言った人ゼロ。新篠津、カロディで買った瀬戸内白縫いサワー。なぜもっと早めに開けなかったんだ。私は今口が油の中、これを飲みたい。こういうサワー最高。最高よ。はい、乾杯しよう。お疲れー。いただきます。美味しい。ハイントちょっとちょうだい。美味しいよ。あとみんな大好き野菜かりんとう。以上晩ご飯でした。